関ヶ原ウォーランドは岐阜県不和郡関ヶ原町にある博物館、関ヶ原観光株式会社が運営する、1964年に開館した。敷地は約3万平方メートルあり、屋外には関ヶ原の戦いを200体以上の戦国武将のコンクリート像で再現している。これは東軍、西軍の陣地を史実に基づいて再現したものであり、旗。 人幕も当時のものを再現したものという。コンクリート像は、徳川家康、石田三成、大谷義継、塔、左近、吉川広家、小早川秀明、湯浅五助などの武将もあるが、多くは足軽、鉄砲隊などである。これらのコンクリート像は、浅野昌雲が制作したものであり、リアルでありながらユーモラスな像である。屋内施設として、武具甲冑資料館があり、 当時使用されたという甲冑、ちゅ銃ひなわじゅうなども展示している。関ヶ原ウォーランド館長、西村啓ツイッターハット ABCDE、投資料館について、関ヶ原ウォーランド、2015年6月25日閲覧。関ヶ原の戦いの再現であるが、武田信玄の像や、ジョイ池伝説の竜、戦観音という観音像もある。野外展示物が多いため、 悪天候時は臨時救援になる場合がある。遠藤みのる、涙の川を渡るとき遠藤実地伝日本経済、新聞出版社、2007年、看末、遠藤みのる作品リスト3ページ。ISBN 978から4から532165840。ありがとうございます。